前晩の分岐、汗お疲れ様でした。お名前、年齢聞いて大丈夫ですか？はい、はい、ゆりこ、30歳です。はい、ありがとうございます。実際、上ですね、上の矯正の実際にかかった治療期間教えてください。はい、ワイヤーで4ヶ月です。はい、ございます。一番最初に前歯の部分矯正をしようと思ったきっかけを教えてもらってもいいですか？前歯が2本飛び出しているのがずっと気になっていたのと、あと結婚式だったので、はい、そのきっかけになりました。はい、マリデンタルクリニックで前歯の部分矯正しようかなって決めた、はい、決めてがあれば教えてください。骨の面がいることと、はい、あとは内容とか、はい、あとは部分矯正を専門にやってた、はい、はい、ですかね。ありがとうございます。はい、その矯正始める前に何か不安な点とかってありましたか？はい、ちょっとその結婚式までの期間だったので、そうですよね、そこだけは不安でしたけど。実際その矯正してみてどのように歯並び変わりました？はい、あ、全然口も締まりやすくなったし、並び方が全然違うの、横から見て全然違うの、うん、はい、前歯がちょっと強調されてたのがなくなった感じですかね。気持ちも変わりましたか？はい、うん、そうですね、前結構横から写真撮られるのがすごい嫌だったんですけど、今は気にならないかな、うん、まあ、同じような形になっちゃうかもしれないんですけど、はい、まあ、矯正する前と後ではどのように生活が変わりましたか？まあ、でも矯正してもうすぐ動いてきて、ちょっと変化出てきたぐらいからみんなにご飯きれいになってきたねって言われたので、それは嬉しかったです。そしたらですね、まあ、最後になるんですけど、部分矯正をやりたいけど、まあ、一歩踏み出せない、はい、どうしようかなって悩んでる方に何かメッセージあればお願いします。はい、最初始めた時は結構痛かったりとか、痛いですよね、物を噛むの硬いものとか、あと色をつくものとか食べれなかったりとか、はい、続き使ったりはしましたけど、絶対やった方がいいと思います。はい、ありがとうございます。部分矯正はやってよかったですか？はい、結婚式、はい、楽しんでください。はい、お疲れ様です。